はい、こんにちは。純米酒専門屋田新宿三丁目店の西明です。今日もよろしくお願いいたします。本日ご紹介するのは、神奈川県、足柄郡山北町ですね、丹沢さんのご紹介です。丹沢さんを作る、川西屋酒造はですね、実は全量純米蔵ということで、全て作ってるお酒は純米酒ですよという蔵元さんです。でその中から本日は、酒舗をご紹介いたします。はい、こちらですね、丹沢さん酒舗純米酒ということで、こちらはですね、川西屋酒造場の、定番酒となっております。まあ、常温からですね、お燗で飲んでいただきたい、まあ、そんなお酒になるんですけども、まあ、川西屋酒造場さんのですね、社長さんはもうお燗しか飲まない。まあ、その中でもですね、丹沢さんの、まあ、もう一個ですね、霊峰という銘柄があるんですけども、まあ、それを燗で飲む、まあ、それしか飲まないというぐらいですね、お燗酒、そして純米酒に対する非常にこだわりの強いですね、蔵元さんです。で、こちら裏面をですね、ご覧いただきますと、はい、なかなかこういうの書けないんですけども、こちらのお酒はですね、お燗60度プラスマイナス5度でお飲みくださいと書いてあります。まあ、このようにですね、かなり温度を上げて、まあ、70度ぐらいでも全然味が崩れることがないんですけども、まあ、よほど酒質にですね、自信がないと、まあ、こういった、ね、メッセージはなかなか書けるものではないんですね。はい、で丹沢さんはですね、酒として、まあ、派手な味を目指しているのではなくて、やはりこう料理と調和するお酒ということを、ね、目指しておられます。酒が美味しすぎてもダメという考え方なんですね。酒が目立ってしまうと、まあ、料理が、ね、脇役になってしまう、まあ、そうではなくて、まあ、料理と共に、ね、引き立て合うようなそんなお酒を、ね、作りたいということが、ね、この丹沢さんの味に現れております。まあ、私もお燗酒をですね、まあ、最初どこからスタートすればいいですかというお話をいただくときに、まあ、よく丹沢さんはですね、ご紹介させていただいております。まあ、温度帯を問わずですね、まあ、非常にこうお酒、まあ、食事との、ね、相性が良くなる、まあ、そんな、ね、一本に仕上がっておりますので、丹沢さんの酒舗、まあ、非常にこう定番酒として、お手元にね、まあ、家にも僕にもね、非常にこう手頃なお値段ですし、まあ、改善してからもですね、味がどんどんこう変化、良い方向にですね、開いていくことが多いので、まあ、重宝する、まあ、そんなね、家飲み酒としても重宝できるお酒一本となっております。というわけで、本日はですね、神奈川県足柄郡山北町の丹沢さん、酒舗をご紹介させていただきました。本日もご視聴どうもありがとうございました。